アイスダンス、今日はいよいよフリーです。 EUN のクリモワ・ポノマレンコがリード、地元フランスのジュシネ兄弟が2位、3位の EUN のウソワ・ズーリンにも優勝のチャンスがあるという非常に面白い展開になっています。今場内でジャッジが紹介されています。今日もフィギュアスケートはおなじみの五十嵐久美男さんに解説をしていただきます。何かもう場内がですね、1時間半ぐらい前からどん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 人が入って、何にもないリンクをみんなじーっと見つめてる、なんかもうディシュネ兄弟をじーっと待ってる雰囲気になってきましたね。今日はなんかいつもに増してなんかちょっと異様な雰囲気が漂いますね。すごい熱気があるように感じます。その地元注目のイザベル・ポール・ディシュネ兄弟は19番目、いわゆる19組の19番目に登場します。こちらの時間で今2月17日の午後7時30分になるところですが、この優勝争いの最後の5組、マイア・ウソワ・アレキサンドル・ズーリン EUN 旧ソビエト、そしてイタリアのカップル、また EUN のグリシューク・プラート、この辺りが4位、5位、あるいは2位、そして今トップにおりますクリモワ・ポノマレンコ18組目、そして今2位で逆転を狙います、イザベル・ポール・ディシュネ兄弟は19組目に登場します。まだまだだいぶ時間が先でして、3時間近く後になって彼らが登場します。チェコスロバキアのザコバジャッジが紹介されておりますが、9人の審判によって紹介されてジャッジされていきます。フィギュアスケートはご存知のように、各ジャッジごとにそれぞれ出てきた、アイスダンスの場合はカップルに与えた種目ごとの合計点の高い順に、いわゆる席次点、プレースナンバーをつけていきます。したがって6点満点で得点が出ますが、この